はい、こんにちは。ツイッターの方では美容師さんに向けて学びのある投稿をしていきます。今回はマニパニのロックンロールレッドを紹介します。こちらの目的はマニパニを全色、濃度差、パーセントによる変化を YouTube にまとめるためで、こちらで得られることは一つのヘアスタイルの中に他の色を含めて 100% とか 5% でヘアカラーのデザインする楽しさですね。色落ちの差も加わり独自性を出すことができます。で、結果を見ていきます。今回はマニパニのロックンロールレッドとトリートメントで、マニパニの濃度左から 100% で 25% 5% で一番右がベースの色となってます。こういう真っ赤な色って万人受けはされにくいですが、あえて根元は真っ黒で作ったり、インナーに閉じ込めたりすると100人受けはしてくれる。よかったら参考にしてみてください。今回は以上でした。